ちは、こんばんは、テディでございます。今回はコールオブデューティーブラックオプス4でですね、新しいオペレーションが始まりましたスペクターライジングというもので、それに伴ってブラックオプスの方でも新しいキャラクターが続々と登場しています。まあ、課金コンテンツであったり、クレートを引かなきゃ取れないキャラクターもあるんですけれども、スペクターの番号に関しては、今回ミッションが出ているということで、早速、見に行ってみました。自分の方ではまだ、解除できてはいないんですけれども、解除アイテムについて音声変換器、そしてミッションがデッドサイレンスを使用中にサプレッサーの武器を使用して敵を20キルというものになっています。同じような条件で倒したことはあるんじゃないかなと思いつつ、自分のカウントは、現在のところゼロになっておりました。デッドサイレンスについてはパークの、こちらのデッサになっています。そしてサプレッサーは、武器のバレルの部分につける、拡張の、アタッチメントですね、こちらを使用します。まあ、ミッションやりやすさとしてはサブマシンガンにサプレッサーをつけてデッサでスニーキングして近距離の敵を倒すというのが一番やりやすいんじゃないでしょうか。次にですね、解除アイテムを獲得できる場所なんですけれども、マップに点在しているトレーラーハウス、こんな感じのイメージですね、こちらで獲得することができます。で、ロケーションなんですけれども3つ確認できている場所があって、リバータウンの北側ですね、そして収容所の墓地の、右下の南東側ですね、でゴーストタウンの西側と、あと他にあったような気がするんですけど、とりあえずこちらの3つで、変換器を、確認することができました。せっかくなのでロケーションについて見ていきましょう。まずはリバータウンの北側から行ってみます。まあ、ロケーションとしては本当にリバータウンの、北側の町外れといったところにトレーラーハウスがありますね。こんな感じの見た目になっています。トレーラーの下になんかタイヤがついてるような感じですね。そして音声変換器については、このドア開けた裏側かベッドの脇にこんな感じで置いてありますので、参考にしてみてください。で、情報が結構回ってるのか取りに来る、プレイヤーもいるので注意してください。お互いに素手で消耗戦というような感じになりました。そしてお次に収容所、墓地の南東側見ていきましょう。墓地に光の線が出てるとすごく位置が分かりやすいなっていう感じですかね。あんまりここはマップ全体のもう外れ側にあるんで、そんなに人気のないスポットなんで、見に行くならここが一番安全かなと。こんな感じでドアの裏側にありました。そして最後、ゴーストタウンの西側を見ていきましょう。ソロで行くとしたら結構大きな集落になるので、まあ、アイテムが揃うっていうことで、解除アイテム云々ではなく、結構プレイヤーが降りてくる可能性は高い場所になります。まあ、でも早速トレーラーを見に行ってるプレイヤーがいましたね。まあ、このエリアに関しては、索敵して、まあ、敵がいないことを確認しつつアイテムを確認しに行くと良いかもしれません。短くなりますが以上となります。スペクターのキャラクター自体は新イベントオペレーションのティアを一つだけ進行させれば解除することができるので、アウトフィットの解除を急ぐ必要はないかなと思います。まあ、トレーラーハウスのロケーションも確認しているところで3カ所と少ないので、今は競合が集まりやすい状況なのかなと。プレイ中にサイレンスキルを意識しつつですね、ほとぼりが冷めた頃に解除アイテムを見に行ってみると、良いかもしれません。参考になればと思います。動画を作るモチベーションにもつながりますので、この動画がいいなと思ったら高評価やチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。テディでした。バイバイ。